この時間はプロマーケットの IPO インタビューです本日東京プロマーケットに新規上場した証券コード 266A グローカルマーケティング株式会社代表取締役 CEO 今井慎太郎さんにお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえでは早速ですがどんな会社なのかこう何をしている会社なのかご紹介いただけますでしょうかはい 当社グローカルマーケティング株式会社は全社員の物心両面の幸せを追求すると同時に地域創造カンパニーとしてあり続けます、こういうビジョンを掲げております。まあ、地域の創造というテーマで,です、ね、取り組んでおりまして地域貢献でよく使うと思うんですけれども、はい、地域、に結局役に立ったということではなくて我々の手で地域を作っていこうと、まあ、こういうふうな会社の理念を掲げております。あはい 次が企業の概要ということで、ご用意いただいてますけれどもはいえーまあ、創業は2006年になるんですけれども、法人設立2020年ですね、今、あのスタッフ役員含めて48名でやっておりますで本社は新潟県の長岡市においておりまして、えーまあ、新潟県を中心に、ですね今、全国に拠点を設けて、事業展開をしていると、まあ、こういういいい会社でございますはい、それでは、えー、事業内容は、えーはい、どうでしょうか。はい えまあ全国の中小企業を業績アップに導く伴能型のコンサルティング会社という風うにまあ中小企業向けのコンサルティング事業をですねえ中心に展開をさせていただいております。目指すべきのは中小企業様の業績アップですね。でそこで得意分野として三本柱がございまして一つがこうマーケティングという分野ですねえ中小企業の売れる仕組みづくり売上アップを実現するというところですね。でただ売上アップをするにしてもやっぱり人の 力が重要になってくるので、えー、人材の採用とか育成ですね。えー、この採用の採用と育成、えー、こちらのサービスも展開をしております。まあ、ここはかなりですね、今あの需要が伸びてきている人手不足というところで需要が伸びてきている部分になります。そうなんですね。はい、さらにはあの人を 取るとというとも,もちろんなんですけどそもそも人手をかけずに事、えー、業を回していく、まあ、業務効率化ですねしかも今デジタル化ということでデジタルを活用して業務を効率化していく、まあ、そんなところのお,お手伝いもさせていただいております。事、えー、業内容ですね、えー いいろろとですね中小企業様の課題に合わせて取り組んで、ええ、えおるんですけれども、はい、おそうですね2つちょっと特徴的なところとしては産学連携の推進というところでやはりあの中小企業の課題複雑化してますのでそういったところをあの大学であったり高専さんそこと連携をしながらバックアップをしていくそんなところの取り組みもやっておるのとあと自社の独自の事業として新潟子育て世団トキッコクラブというですねあの子育て家庭向けの優待カードの事業も展開 をししてておりましてはい、はい、あの子育て家庭をターゲットにしている企業様と子育て家庭をつないであげると、こんなふうな取り組みも行っておりまときっこクラブのこちらです、ね、あ、そうですねこれメディア、はい、ということなんですかあそうですね、子育て家庭向けのメディアというふうにイメージしていただくとわかりやすいかなと思います。あはい まあ、かなり、こうラインナップ豊富ということなんですね。あそうですね。はい。で、特に、あの支援の体制というところで、あの。プランナーという存在が。 おりまして、はい、でプランナー、まあ、俗に言う営業なんですけれども、ええ、これあの中小企業様一社一社にですね当社プランナーがつきますでそのプランナーが企業さんの課題をこうヒアリングをしてでその課題に対して適切な解決策というのを、まあ、当社のコンサルタントであったりとか、まあ、場合によってはあのセミナーとか研修とかそういう形でのお手伝いであったりとかまたはあの当社クリエイティブの部門がございまして、ええ、あのクリエイターが例えばあのホームページであったりとかまあ,あの チラシであったり広告展開であったりとか、まあ、そういったところまでお手伝いができるというところですね、このあたりが特徴的なところに、はいはい、こちらにあのオールグローカルというのがありますけれども、これは本社のキーワーワドなんででしょうかそうかそすねあの本当にグローカルマーケティングのスタッフ一人一人、それぞれ専門性がございますので、その専門性を生かしてですね中小企業様の課題に対してオールグローカルで取り組んでいくと、バックアップしていくと、こういうコンセプトでやらせていただいております。わかりました それでは次に業績の動向について教えていただけますでしょうかはい、えー、2023年3月期がですね1億9千5千万円ですねで、えー、第四期の2024年3月期が3億1千2百万円というふうな形で、えー、まあ6割ぐらいですね売上を伸ばすことができましたさらにはあの2025年3月期ですね今,今年度3億8千万というふうなこういうふうな売上の計画でございますはい、はい 利益についてはどのようううな状況ででしょうかあそうですね、えっと、今年度で言いますと営業利益で3100万円というふうな形の利益を見込んでおりますはい、えー、コンサルティングの会社、たくさんありまして、まあ、先ほどまあえ特徴を少し教えていただけましたけれどもさらにえ御社ならではのこう強みということでえご紹介いただけますでしょうか。あはい 当社の強みとしましては、まあ、4つございまして、はい、1つ目が中小小企業業規模事業者に特化した支援とといいうところでございます結構コンサルティング会社ですと、まあ、大企業であったり中堅企業といったところを結構ターゲットにしている企業さん多いんですけれども当社のサービスはやはり中小であって場合によってはもう個人事業主さんとか小規模ですねこの辺りに特化をして彼らが実践可能なご支援をしていくと。 いうところですね絵に描いた餅ではなくて実践的な支援このあたりが一つ特徴でございますあとは全国にですねあの豊富な実績がございますのでそのノウハウをためてですねそのノウハウを活かしたご支援というところも可能になってございますこれが2つ目3つ目があ売れる仕組みを可視化する独自のノウハウというところでマーケティングサクセスマップというですねまあ、独自の手法がございましてその売れる仕組みを可視化をしてご支援にあたっていくこんなスタイルを取らせていただいております まあ最後4つ目なんですけれどもおおと、まあ、戦略助言だけに限らず、まあ、当社クリエイティブのチームとかもございますので、はい、ま実践まで落とし込んでいくということですね、えー、その辺りがあ、まあ、他社の他のコンサルティング会社様と違ってですねま助言だけではなくて実践までご支援ができる、ねえー、そんなところが強みとして挙げられるかと思っております。 この4つの武器で事業展開進められているということなんですけれどもそれでは今後のビジネス展開についてお伺いできますでしょうかはいありがとうございます、えー、3つございます1つは全国の中小企業へのサービス展開の強化ということで、まあ、当社あの新潟県を拠点にしておりましたので、まあ、今も売上の比率でいうとまあ 8割割がが新潟県で2割が県でで外といいううふうな形でございます、はいはい、それをですね、まあ、新潟はもちろんねもっともっと強化をしつつもですねやはり全国にサービスを広げていって、まあ、全国の県外の売上比率も高めていって、まあ、当然、支援の数も高めていきたいというところで、まあ、そういう意味で東京プロマーケットを上場させていただいてさらにこう販路開拓サービス展開の強化これを図っていきたいというふうに考えております。 2>, で2つ目に関しては今、非常に需要が高まっている人材採用のコンサルティングということで、はい、やはりあの人手不足というのは、ねえー、中小企業も大きな課題でございまして、まあ、そこの人手不足に対して採用のノウハウですねこれをやはり伝えていくというところですねでさらに取って終わりではなくてやっぱりちゃんと育てるというところで、はい、ま人材育成というところまであの強化をしております。 で最後3つ目があの生成 AI 等の、まあ、デジタルを活用してですね業務の効率化を図っていく、まあ、これを事業領域として強化をしてまいりたいというふうに思っております。あはい まさらにあの具体的なものをご用意いただいているんですけれどもいくつかご紹介いただけますか。はい。その3番目のやはりデジタル活用というところでは今あの中小企業生成 AI 活用研究所というのを立ち上げさせていただきまして中小企業の現場で生成 AI をどういうふうに活用していくのかっていうところのバックアップですね。あのこれをやらせていただいております。開発というよりは活用ですね。ここに重きを置いてですねえ中小企業生成 AI 活用研究所というまチームを作ってですねご支援にあたらしていただ。 いただいております。<ー>はい。これは御社のチーム組織ということなんですかね。でねはい。でさらにはあ今後のビジネス展開の中で、まあ,あのデジタルを活用した、まあ、セミナー研修というのを今たくさんやらせていただいているんですけれども、それにとどまらず生産 AI の導入。 あと RPA ですね、ロボティックプロテスオートメーションという分野ですけれども、まあ、自動化をしていくとか、えー、または今、ですねノーコード、ローコードのアプリ開発というものも非常にやりやすくなっておりますので、こういったところで中小企業のデジタル化の支援というところも、これは強化をしていきたいというふうに考えておりますうあ、はい、こうまだまだこういう、えーまあ、サービスといいましょうかね、うこう必要な 会社ってたくさんあるっていうう状況なんんでしょうかねもうたくさんありますね、はい、特に地域の中小企業にはたくさんあるかなというふうに分かりました、えー、新潟県長岡市の会社ということなんですけれども、えー、今井さん、もともとこちらのご出身ということなんですね。あそうですね私自身があの生まれも育ちも新潟、長岡というところでございます。<っ>はい まあそんな思いもあってまあ長岡が本社なんですけれども地域の活性化、地域を豊かにしたいえ地域を創造していきたいまあそういう思いはですねあの人一倍え持ってえ私自身持っておりますしえ当社のスタッフもですねそういうみんなで地域を盛り上げていくんだそういう思いで仕事をさせてていいただいておりますあ、はいえー、そして全国の拠点もさらに強化していきたいということなんですね。はいわ、はい、かりました では最後になりますけれども番組をご覧の投資家の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうかはい当社グローカルマーケティング株式会社は中小企業のバックアップを通じて地域を豊かにしていきたいそんな思いであの事業展開をさせていただいておりますまあ当社が成長していくことによって地域の中小企業も成長していくとでそのち地域の中小企業が成長していけば地域も豊かになっていくと そんな循環をですね生み出してまいりたいと、そういう強い思いでおりますので、ご支援をいただければというふうに思っておりますはいこの時間は、プロマーケットに新規上場したグローカルマーケティング株式会社の今井慎太郎さんにお伺いしままししたた今日はあありりががととううごござざいいました。